上野市駅は三重県伊賀市、上野丸のうちにある伊賀鉄道伊賀線の駅である。駅が所在する伊賀市は伊賀流忍者の里として知られており、市内の主要駅である東駅は忍者市駅の愛称も持つ。駅構内に伊賀鉄道の本社が併設されており、伊賀鉄道の車両基地もある。島式ホーム一面二線を持つ、行き違い可能な地上駅である。 駅舎は開業から1年後の1917年9月に完成したものを使用しており、木造3階建てで洋風の腰折れ屋根を十字方向に重ねた特徴的な外観を持っている。2020年7月17日に国の登録有形文化財に更新され、翌年2月4日に登録された。ホームへは校内踏切で連絡している。 トイレは改札内に設置されており、男女別で推薦式である。なお、改札外では、ロータリーに面したハイトピア伊賀のトイレなどが利用可能。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通りで、伊賀鉄道の駅では、伊賀神戸駅に次いで利用者数は2番目に多い。主として、通勤通学に利用されるほか、伊賀市の中心駅として、 観光客も利用する。上野市駅の利用状況の変遷を可表に示す。駅前の再開発に伴って建設されたハイトピア伊賀、上野城、駅の北、伊賀市役所の先の上野公園内に立つ。上野市駅から旧駅前広場を挟んだ場所にあった、上野産業会館の前に乗り場が並んでいため、バス停の名称は長らく、上野産業会館だった。 駅前再開発により、上野産業会館が取り壊され、ハイトピア伊賀が完成し、新駅前広場も完成した。2013年3月4日より、バス停を新駅前広場に移転し、4月1日より、停留除名は上野市駅に改称された。バスは、三重交通によって運行されている。ありがとうございます。